こんにちは、吉野さん。億万長者シリーズも結構長くなりましたね。で、億万長者シリーズのこのね、やり取りと世界のね、経済の流れをちょっとね、今似てるなと思うところがあるんでお話したいと思います。というのが、私が発信して吉野さんが発信するってこのやり取りっていうのは、言ってみればね、情報の血液が流れているようなもんなんですよ。でもどうですかね、片っぽが発信するけども片っぽがなかなかね、返信が来ないとか、なんかこう反応が滞ってるってことになると、もうこれ血液が止まってるような状態で、おそらくこのリズムも壊れていくし、内容もどんどんね、腐っていくと思うんですよ。やっぱりね、毎日のように打てば響くみたいな、この流れが、情報発信と受信との血液の流れを良くしてるのかなと。そこに活性化ってものが生まれたり、興味とか好奇心ってものが生まれたりね、で新しい売り上げにつながったりするんだろうなと思うんですよ。で、今世の中結構ね、人のやり取りがなくって、商品のやり取りも少なくなって、物流も止まりかけていて、まあでもね、まあその中でも一部は食料品とか日用品みたいな低価格のものとかね、必要最低限のものは相変わらず流れてるなというところがありますけども、でも全体的に見ると経済的な流通とかね、止まってると思うんですよ。で、情報発信者の方もなんかこう消極的になっている部分があるのかなとも思いますし、ある特定のジャンルでしか発信しないようになっちゃったりね、してるのかなと。だからこういう時だからこそ、明るい未来のこととか、もうこの騒動が収まったらどういうふうに生きていくみたいな、そのための準備してますかみたいなね、というのが今手も足も出ない状態なんですよ、あらゆる業種がね。じゃあもう腰を据えてですね、このフェーズが終わった時に新しい世界の秩序ができるのかもしれません。その時に自分がカスタマイズできてるかどうかってことなんですよ。で、この騒動が起きる前の自分のまんま、この騒動が起き収まった後もまたやっていこうと思っても、もうね、その時は古いんだと思うんですよね。ある意味今私たちは自分の内側を変える時に来てるのかと思うんですよ。今までやらなかったことをやっていく、今まで続けてきたことにお別れをするみたいなね、そんな時期なんじゃないかなと思うんですよ。こういった感じで、世の中っていうのはいろんなね、戦争とか飢餓とか経済的危機とか、それから今回みたいな騒動とかで、ある意味ね、人類をこう淘汰してくれてるっていうか、選別してくれてるんじゃないかなと思うんですよ。吉田さんも言われてましたけども、この変化に対応できるようなね、人が新しい時代を開いていく、一歩を築いていくということで、結局手も足も出なくて狼狽して、みんなと同じように行動しちゃう人ってのは、ここでね、やっぱり手詰まりになって終わっていくのかなと思うんですよね。まあ、ですから吉田さんみたいに、こういう時だからこそ商品を売っていくんだっていうのは、私も本当その通りだと思いますよね。で、そういう意味ではね、速稼塾っていうものも、実はね、売上のピークっていうのが、私思ったように3月に偏ってるわけなんですよ。もちろん1月もそれなりにありましたし、2月もあったんですけども、やっぱ3月はね、強烈でしたね。最後の1週間のお申し込みのダダダダみたいなのは、多分コロナのショックで学んでいかないといけないっていう気持ちも出てきたんでしょうし、で、私の場合はやっぱり低価格でね、スタートができるんで、交渉によってはね、さらに低価格にすることもできますんで、そういった形で新しい自分になるぞという方が多かったのかなと思います。ポータルサイトも今日から新しくして、まあ本当に私みたいになれとは言いませんけども、はっきり言って隠居で稼ぐみたいなね、ある人に聞きましたけども、1年間何にもせずに暮らしていけるような、そういうふうな経済状態の方を、まあ、ある一定のね、お金持ちっていうフェーズだというふうに決めてる方がいますけども、私の場合は本当に何もせずに4年になってしまいましたということで、別にお金持ちではないんですけども、なんかね、その何ですかね、ランニングコストも非常に抑えた暮らししてますからね、かつ我慢もしてないと。私のレジャーってのは田舎の田んぼとかね、川にありますから、カモがこうやってね、羽ばたいてるの見てよかったなと思ってね、ほとんど毎日のようにカモを見に行って、その帰りにスーパー寄ってみたいな感じですよね。で、集団で行動することもないですし、満員電車にも乗らないですし、で、人混みは完璧に避けるっていうかね、私の活動時間に人混みが生まれないんですよね。まあ、そんな、自分らしい暮らしをしてるかなってところでね、家族との時間も持ててるところですかね。まあ、ですから私もね、すごく今毎日、循環してるわけなんですよ。狭い世界ですけども、多くのビジネスとかね、お仕事されてる方みたいに、その幅広い世界には私は全然出なくなりましたけども、だからこういう騒動が起きてもあんまりライフスタイル変わんないんですよ。何かが制限されるってことがないんで、もとより外出もあんまりないですからね。
ですからマスクはあるんですけども、もう全然余ってるんで、1ヶ月かけてお配りしてね、もう今すっからかんになりましたけどもね、なんかそういう意味では、あ、今これが必要とされてるんだってものに気づいて、それを流していくみたいなことができてるんでよかったかなと思います。同じように私も速稼塾ってものが3月はね結構こう皆さんと一緒にやっていくことができて、4月1日からはまたね配信者がぐっと増えてですね、なんかメンバー的にもリフレッシュできたんじゃないかなっていうところがあります。まあ本当にね、新陳代謝、物事のやり取りっていうのは必要だなと思うばかりでございますね。で今日は何が言いたいのかよく分からなくなりましたけども、まあこういう時だからこそやっぱり動いていかないといけないなってところですよね。もちろん普段とは違う動きです。今までと同じ動きを無理やりしようってことではないんですよ。やらなくていいものとやるべきものが明確に分かれるのが今ですよ。例えば今 FX 身につけた人は FX 毎日やりますよね。だって外出できないんで、で FX やったらどういう状況だろうとお金になるんで、すごく美味しいなということですよね。でも生半可にやった方っていうのはこういう時にプロのトレーダーに全部利食いされちゃうわけなんですよ。ほんでさらに身動き取れなくなっちゃいます。きちんと学んできちんと身につけた人だけ、 FX っていうのはトレードっていうのは技術職ですから、きちんと身につけた人だけが豊かな暮らしとか精神的な安定を手にすることができるのかなと思いますよね。だからちゃんとやらないといけないなと思いますね。何でもビジネスでもそうですね。継続してきちんとやることだと思います。そしてダメだった理由っていうのは必ず自分の内側にあるってことですよね。そしてうまくいったものっていうのは私は全て自分以外の皆さんのおかげだっていうふうに本当に心から思いますね。その辺を歩いてるワンちゃんのおかげぐらい思います。あ、ワンちゃんが自分の心を癒してくれたから精神的な安定保ててるんだなみたいな、ね、もう何もかも感謝するようになりましたね。まだまだ感謝は足りないと思いますし、鍛錬も足りないと思いますので、さらに精進していきます。いってらっしゃい。